はいさい、今回はここを作ろうかなと思います。引き出しがガチャガチャしてるんですよ、汚ねえし。これの仕切りみたいなやつと、あと取りやすいように斜めのやつがあったんですよ、こういうやつ。すぐ取れるし、区分けできるよみたいな。それをちょっと作ってみたいと思いますね。買ったら結構したんで、作りたいと思います。今回使うのがこんなもんですかね。 MDF 材でしょ、まず200円のダイソーのやつ、60×30 かな、多分 60×30 で、カッター MDF 材はノコギリとかじゃなくて切れるらしいんで、やってみたいと思います。と鉛筆ですね。で、転換接着剤、ビスとかボンドとかっていうのもありなんですけど、これ使えるのかな、やってみたいと思います。挑戦的な。あと直角蒸気、これは普通のやつなんだけど、これもダイソーになったな、びっくりした。何でもあるなと思った。精度はちょっと分かんないけど、普通に使えるレベルだと思う。そんなにこだわらなければ、細かさに。こんだけあればできるんじゃないかなと思いますので、挑戦してみます。まずは採寸なんで、高さと大きさを測りましょう。7センチだから、優しく対処で何回もやっていくと、こんな感じでガイド入ったら、あとは定規抜いても多分大丈夫ですね。まっすぐ引っ張れば入っていくんで、勝手にこれで切れるまでひたすらなぞりますね。あ、いけそうだね。断面悪くないね。ちょっとヤスリがきすれば問題ないかと思いますね。はい、4枚できたんで、あとは組み立てですね。瞬間接着剤、本当はここに食った方がいいね。横に面に塗った方が絶対いい。あ、これは削らんといけんね。下なんか引いた方がいいね。クッキングシートとかいいかな、くっつかないように。新聞とか紙系はまた貼り付いてめんどくさいから、ツルツル系がいいね。7センチ、どんなもんかね。手前が和紙でしょ、絶対。これが沈み込みすぎて落ちる可能性あるのか。なるほど。今はこんな感じですね。ここが斜めになってるっていう。小さい歯止め切りました。これを差し込んでいけば大丈夫でしょう。止めた上でこいつらが入るか。こっちも斜めじゃないといけない。若干ガタあるなこれ。悪くないんだけど、このお足取るときにこれ当たるんだよね、ちょっと。ここはシビアすぎた、この幅が。だから、この板をもうちょっと短めがいいね。半分ぐらいにして、もう立てた方がいいかも。今若干下げましたね。短くして、あっち側に下げました。そしたらいい感じだね。だいぶ、切りやすいし。全く干渉しないですね。干渉しまして、上のスプーンとかも入れない。うん、大丈夫だ。OK。
すりがけですね。ヤスリもダイソーにあるので全部ダイソーで手にありますね。ヤスリも100円ぐらいで、あとはクリアとか塗りたいのって塗って、それも100円であるから、まあ、計400円違うか、300、500円か、500円あれば作れますね。クリア塗ります。クリア塗った方が多分耐水性は高まるんで、まあ、カビづらかったり汚れづらかったりするんじゃないかなと思いますね。塗らなくてもちゃんと乾かしていれば必要上問題ないと思いますけど、気持ちですね。これはホームセンターのクリアだけど普通に売ってるんで、ダイソーに。それ買ったらいいですよ。面積は広くないんで十分足りると思います。クリア乾いたんで入れますか。まあいいけど、ちょっとやっぱりな、ここの板をもうちょっと下げた方がいいかも。これちょっと段を下げて作り直しましたね。これ低くていいね。最終的な見た目はこんななんでね。ここに割り箸置いて、この上のところにスプーンとかフォークで、右側に他の器具って感じですね。これで完璧でしょう、おそらく。戻します。見た目はなんかいいよね。やっぱ木がいいよね。プラスチックとか樹脂っていうのは味気ない感じするよ、どうしてもね。はい、行きましょう。ここが、よしで、右がいろいろ、何でも入れていい場所。うわ、いいね、いいね、バッチリ。おお、あ、いいね、いいね、だいぶマシになりましたね。入れやすいし、取りやすいし、入れる場所が明確になっている位置です、ね、まあいいんじゃないですか。だいぶ分かりやすくなったと思う。うん、OK、 完成でございます。落ちるかな。瞬間接着剤の白いやつ落ちるかな。これ危ない。退去費また増してしまう。ただ最高の家は退去費が高いそうだね。DIY の傷が落ちるといいけど、ああ落ちそうだね。大丈夫だ。やっぱこれ上下逆がやりやすそう。上が和紙で下がスプーンだから平和だね。端の方が稼働率高いからこっち取りやすい方がいいわ。はい、以上です。